オーストリア帝官オーストリア皇帝は、ハプスブルクロートリンゲン家の神聖ローマ皇帝フランツ2世によって1804年に宣言された、ハプスブルクロートリンゲン家による世襲の皇帝の称号である。フランス皇帝、ナポレオン・ボナパルトの侵略に対して、フランツ2世は神聖ローマ帝国の将来に危惧を抱き、帝国の崩壊の事態に対して、ハプスブルクロートリンゲン王朝が、 皇帝の称号を維持することを望んだ。フランツの危惧した通り、オーストリア軍は1806年のアウステルリッツの戦いで軍事的敗北を喫し、勝利者のナポレオンは帝国諸法の一部からライン同盟を再編して、古い雷ヒを破壊し、フランス帝国という神聖ローマ帝国に代わる西ローマ帝国の継承国家を作ろうとした。 ナポレオンに神聖ローマ皇帝を散脱される前に、フランツ2世は神聖ローマ皇帝から退位し、帝国を解散した。この時に境外化した神聖ローマ皇帝に代わる、称号がオーストリア皇帝であった。結果フランツ2世の君主権が及ぶ領域はドイツから、ドイツの外にある領域も含むハプスブルク家領に移り、神聖ローマ皇帝フランツ2世は、 オーストリア皇帝フランツ一世となった。新しい皇帝の称号は、フランス皇帝ナポレオンによって承認された。以前のものよりも権威が現じたように響くが、フランツ一世の王朝はオーストリアを支配し続け、ハプスブルクロートリンゲン家の君主の称号はなおも皇帝であり、単なる国王ではなかった。この称号は、 君主の称号として一世紀余り後の1918年まで持ち続けられたが、どの領域がオーストリア帝国を構成するのかは明白ではなかった。フランツ一世がオーストリア皇帝の称号を採用した1804年には、ハプスブルク家の領土全体がケイザートムオストライヒと呼ばれた。ケイザートムは文字通りに帝国内史は皇帝領と翻訳される。 岩位としては特に皇帝に支配される領域を指し、普遍的な支配を岩蓄することを1804年にもたらした来日よりも、幾分化は一般的だった。競技のオーストリアは正式には15世紀以来対抗領であり、帝国の他の領土の大部分はそれぞれ独自の慣習と歴史を有していたが、そこではいくつかの中央集権化の試みが行われた。 ハンガリーが自治を与えられた1867年、他の大部分の領土でオーストリアと総称される領域は公的には帝国議会において代表される小王国及び諸法として知られた。ハプスブルク家は諸外国からオーストリア屋と呼ばれていたために、オーストリア皇帝とはオーストリア家が世襲で継承する領地の皇帝へと返された。十一の民族とも、レレレレレレの 人口を要するオーストリア家の帝国は、領土はたくさんある。人口もたくさんある。しかし、オーストリア民族はいない。国家はないと言われた。オーストリア皇帝の称号と帝国との結びつきは、1918年の第一次世界大戦の終焉で共に敗され、オーストリアはドイツオーストリア共和国となり、他の王国と土地は、自らの独立ないしは、 他国との合併を帝国議会で宣言した。これにより、オーストリア皇帝の称号は、公的性格を喪失した。ハプスブルク家を表す相当の和紙が、オーストリアの定観を被り、多様な君主の紋章を下げている、オーストリア皇帝は、ハプスブルクロートリンゲン家の支配地の地理的な拡張と、その多様性を反映した数多の称号を有していた。称号を一覧にすると、 以下の通りである。第一次世界大戦に敗れた後の1918年11月11日、カール一世は、国事行為の遂行を断念するという文書に署名し、シェーンブルン宮殿を退去した。神聖の共和国はこれを退位とみなしたが、しかし、当のカール一世には退位したつもりなど全くなく、ハプスブルクロートリンゲン家は依然として、 オーストリア皇帝の称号を保持できると考えていた。カール一世は、極めて敬虔なカトリック信徒であったため、自らを排位できるのは神のみであり、人民にはその権利がないと、王権神授説の観点から考えていたのである。カール一世が1922年4月1日に、皇居すると、皇后、ツイタは、長男夫に、あなたは今、皇帝にして、国王となったのですと言った。 オットーは母、チタにとって1922年4月1日午後から新たなオーストリア皇帝だったし、同日夜からケルゼンブロック伯爵夫人によって、メシ使いたちに陛下と呼ばれるようになった。亡命宮廷の人々のみならず、少なくともカトリックを報じる正当主義的な王党派の頭の中では、オットーの即位は正当なものとされた。ウィーンの皇帝は、 ダビデの王冠をいただき、危害を加えてはならない性別された帝王であり、彼を追放することは、宗教的信条に逆らう宗教的、不法行為であった。皇帝の冠は、表面しか見えない人たちにとっては見えなくなってしまった。ヨーゼフロートは、オットー・フォン・ハプスブルクを、見えない王冠をいただいた皇帝と見ていた。今は、多くの人間が、混乱の霧の中に隠れているものが見えるように、 なるまでには長い時間が必要であろう。オーストリアの哲学者、トーマス・シャイモビッツ1949年に2つの家紋に貴族位を授与するなど、オットーはしばらく君主前とした振る舞いを続けたが、1961年に退位し、ついで王朝との絶縁をオーストリア共和国に宣誓した。これ以降、私的称号としてもオーストリア皇帝を名乗る者は、 いないが、それでも今なおハプスブルクロートリンゲン系の当首をオーストリア皇帝であるとみなす者は残存する。そうした立場によるならば、2018年現在は、オットーの長男カールがオーストリア皇帝カール2世ということになる。ありがとうございます。